こんにちは、川島屋です。この動画では小豆と和三盆糖を使った簡単なあんこの作り方を紹介します。あんこ作りに必要な材料は小豆 200g、 ここでは北海道産無農薬の小豆を使用しています。和三盆糖 200g。 和三盆糖はきめが細かく上品な甘さが特徴のお砂糖です。三温糖や白砂糖、グラニュー糖でも構いません。鍋、しゃもじ、ざる、あると便利なものとして菜箸、バット、軍手などがあります。あんこ作りには全部で7個のステップがあります。ステップ1、小豆を洗う。ステップ2、小豆のアク抜きをする。ステップ3、小豆を煮る。ステップ4、小豆を蒸らす。ステップ5、砂糖を水に溶かす。ステップ6、小豆と砂糖を練る。ステップ7、あんを冷ます。以上、7個のステップで上質なあんこが出来上がります。それでは実際にあんこを作っていきましょう。ステップ1、小豆を洗う。小豆をたっぷりのお水で優しく洗います。ステップ2、小豆のアク抜きをする。小豆は水を吸うと 2.4 倍ほどに膨れます。大きめの鍋を使用しましょう。まずは小豆をたっぷりの水で煮ます。沸騰したら火を止め、蓋をして20分ほど放置します。蒸らし終えたら煮汁を取り出します。この工程を渋切りと呼びます。渋切りを行うことでアクが抜け、あっさりとした味になり、豆が煮やすくなります。小豆の煮汁は癖がなく、ほのかな甘みがあり、小豆の良い香りがします。体に良いので、ぜひそのまま飲んでみてください。ステップ3、小豆を煮る。ここでの水の量は小豆に水が浸るくらいの量で煮ます。沸騰したら約60分から90分弱火でコトコト煮ます。ここではお湯の中で豆を踊らさないのがコツです。豆が踊って潰れてしまわないよう火加減に注意をしてください。お湯が減ってきたら水を加え、豆が水に浸った状態を維持します。水分は豆の吸収によっても少なくなりますので、豆が水面より上に出てきたらこまめに水を足しましょう。落とし蓋を使用すると豆が踊りにくくなりますが、初めての方は落とし蓋をせず、つきっきりで豆の状態を見ながら煮ることをお勧めします。小豆の香りを楽しみながら煮豆を楽しんでみてください。豆の煮具合を確かめてみます。指で豆を潰し、軽い力で潰れる状態が良い煮具合です。豆の大きさは均一ではないので煮えムラもあります。いくつかの豆を見て煮え具合を判断してください。これはまだ硬い芯があります。これはもう少し煮てください。これくらいがちょうど良い煮具合です。ステップ4、小豆を蒸らす。小豆が8割から9割方煮えたら火を止め蓋をします。そのまま20分ほど置き、小豆を蒸らします。蒸らすことで小豆が均一にふっくらと煮えて、煮えムラが防げます。ここで煮えていない豆があれば再び弱火で煮てください。芯の残った豆に砂糖を浸透させると石のように固くなり、元には戻りません。蒸らしは重要な工程ですので、しっかりと行いましょう。蒸らしを終えたら煮汁を捨てます。ステップ5、砂糖を水に溶かす。鍋に水 70ml を入れ、弱火にかけて砂糖を溶かします。完全に溶かす必要はありません。ステップ6、小豆と砂糖を練る。砂糖を溶かした鍋に小豆を入れて強火にかけます。豆を潰さず焦がさないように混ぜましょう。沸騰しても強火のままで、鍋底から手早く混ぜます。ここではあんこがよく跳ねますので、火傷をしないよう長袖と軍手をつけて作業を行ってください。
徐々に餡に粘りが増してきます。お餅に絡めたりパンに塗るならこの程度がちょうど良いでしょう。餡は冷めると少し硬くなるので、好みの硬さよりやや柔らかめくらいがちょうどいいでしょう。おはぎや大福にはこの程度が良いでしょう。粒がしっかりと残っています。お好みで塩を加える場合は仕上がり直前に入れましょう。塩を一つまみ程度入れると味が引き締まります。ステップ7、あんを冷ます。好みの硬さに練り上がったら速やかに別容器に移し替え冷まします。鍋のまま放置すると砂糖が熱によって変質し後味がくどくなってしまいます。美味しい粒あんが完成しました。お好みで大福やおしるこなどで出来たてのあんこをお楽しみください。あんこの保存方法、粗熱が取れたらラップをするか小分けにして冷蔵庫または冷凍庫に保管してください。冷凍庫では約2ヶ月から3ヶ月保存が可能です。冷蔵庫で保存する場合はなるべく早めにお召し上がりください。ぜひご自宅で上質なあんこ作りを楽しんでみてください。なお川島屋ではあんこ作りに最適な無農薬の小豆や和三盆糖などを提供しています。またあんこ作りの分かりやすいレシピも掲載しています。よろしければ一度川島屋のサイトをご覧ください。それではあんこ作りをお楽しみください。川島屋でした。